はいどうもピョーキングです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコースリベンジオブザ1の1ガンバトロールということでクリボーの復讐の1の1ということなんじゃないでしょうか。多分ですねこのコースめっちゃ有名なコースだと思うんですよ。ハートの数とかねチャレンジ数を見たらめちゃくちゃ多いからさ見たことある方いるかと思うんですけど今日はこのコースやっていきたいと思います。ただ僕ですねこのコースでどうしても許せないことがあってあのクリボーを見て王冠かぶってるでしょ。クリボーの分際で一丁前に王冠なんかかぶりやがって。王冠はな僕のトレードマークなんだよ。レベル20とか書いてるけどな僕はもうカンストしてんだよそれじゃあ早速やっていきましょう。クリア率は 0.82%。 そしてさ1の1って書いてるから見た目1の1なんかな、どうなんだろうねうわ全然違う。あっいやこれ避けれるよ。開幕バネ親父なんで開幕バネ親父ってバネ親父ってか初めて言ったぞ。じゃあ一旦この草に捕まっておけっていう感じだね。そして上のボメを叩けばいいのか。そしてすぐ右に出る。ナイス。そんでどうすればいいんだろう。このキノコを取ってこの鍵ドアに入れと、そういう感じですね絶対違うとこ行った今。あいやみんな気づいたかな、この場所だけで今相当僕まだ回避してるんだよ。ここにブラパが落ちてきてさ、そして右にプクプクも降ってきたの。それを回避した僕すごくないですか。じゃあ一旦ここは上から鍵ドアに入れっていう感じだね。さあ進んでいきますか。それはわかんないよなるほどね、行って戻すゲームまで持ってきやがったな。じゃあ一旦ここはキノコ取ってこの下に土管があったっていうことか。それじゃあ進んでいきますか。ここはキノコ取ってって、あよかったっぽいね。そんでこの鍵ドアに入れっていう感じでしょ。左はいけないもんね。で鍵ドア入って左に出てくると、そういう感じだね早く行けっていうことね。それじゃあここはピーヨンがなくなる前に早く左の土管に入れっていう感じだね。多分これで間に合うと思うんだよな。さあ行きますか。次はあもう中間ポイントくれるんだね。本当に普通に取らせてくれんのか。え何やられたの。あらー今日このコースはクリボーの復讐って言ってるけどめっちゃ敵の襲来が多いね。じゃあここの中間ポイントどうやって取るんだろう。一旦この上に行けっていう感じかな。そしたらえこっからどうするかだよね。今日のトロールコースはさ敵がめちゃくちゃ襲ってくるようなトロールコースっぽいね。上等じゃねえか。10匹でも100匹でもいや1000匹でもかかってくるがいいさ。僕の必殺技スーパーローリングサンダーで殲滅させてやるぜ。来た。武器まで装備させてくれやがる。なんて優しいな。あっ助けてよ動かして、せめてこの P スイッチのブロックがなくなったら動けるんだな。これがさあこのまま上に行ってよかったのかな。上に行って、あ日の丸やんワンちゃん戻ったら何かやり直し聞かせて頼む。いやまだワンちゃんあるよ。もう一回戻ってカロンの甲羅を手に入れれば上に行けるんじゃないんですかね。いや何よ、何その積んだみたいなもう終わりですよみたいな音楽やり直せばいいんでしょ。それじゃあここはカロンの甲羅を捨てて右に行け、そういう感じだと思うんですよ。そしてここ絶対ヒップドロップしたらいけない。僕の勘はこの場所にジャンプしてすぐ右にダッシュ、これで合ってるうますぎ。でここでジャンプしてはっ、うわ今カロンの甲羅潰されたけど大丈夫。はいどうもこんにちは。じゃねえんだよそんじゃあここは一旦ドッスンを下に落としておいて先に進めるっていう感じか。これでカロンの甲羅あるからさ一旦当たれるっていう感じだね。このハテナはなんと、あっ魚。いやこのハテナ気になるじゃん。一旦魚避けさせておこっか。そしてまあ何もないと思うんだよなコインか。そしてこの上行って何このバネなあ出たがりだなバネじゃあここでキノコは取れる。あそういうバネだったのねいや僕はいけるよ、絶対にこのキノコ取ってみせたいと思います。さあここで取って、下に行けねえじゃねえか。一旦近くまで行って、あなるほど、そしてすぐ上にジャンプすれば取れるっていうことで、今日バネ野郎大活躍か。さあ進んでいきましょう。ここは上、
違うとこ行った。ドアップって書いてる。僕のチャンネルか。不吉なこと言ってんじゃねえぞ。なんかさ、最近ドロールコースでバネ率って高くない？このコースそんなに新しいわけじゃないんだけどな。なんだやんのか、バネ。この野郎が重いだろ、くらえ。いや違うんだって。それじゃあ上のバネはもう無視してね、このドアに入っていこう。で、ツタに捕まったらいけないって書いてたよね。そしたらどうなるんだろう。なるほど、真ん中の下に連れてってくれるのね。そしてここは下に降りていい？いや上の土管怪しくない？上の土管行ってみようか。こっちが正解。くっそー、絶対こっち違う。なんだこの音楽は新耐久か。見た目も新耐久っぽいな。一旦地味になっておこうか。そしてなるほど、この隙間に入って左の針に当たると。そういうことですね。そんくらいぐらい楽勝なんだよ。なかなか難しいんじゃねえか。まずさ、この最初の狭い隙間に入るのすらね、結構難しいんだよね。そんでボム兵が移動してるけど、あのボム兵何なのかな。もしかして救済措置くれるみたいな、そんな感じじゃないの？絶対そうだよね。あのボム兵どこに来る、どこに救済措置が来る。そこ、まあまあでもラッキーだったね。とか言うとでも思ったか僕が。あんな救済措置認められないで、しっかりとこの新耐久攻略していきたいと思います。わざわざここに入り直すってどういう神経してんだよって話だよね。さあ、あの隙間が本当に難しいんだよな。ここくっそ惜しい。あとちょっとだったじゃん。ボム兵もういいから、耐久の救済措置はもういらないから、僕はしっかりと。本当に難しい、あの隙間が。絶対に救済措置なんか頼らないぞ僕は。くっ、なるほど、ここに救済措置があるのね。ということはさ、これ落ちたら終わりなんじゃないの。何度だってやってやるさ。また戻ってまいりました。あの救済措置に頼らず、絶対に、いや絶対にこのコース攻略してみせるよ、このタイミング。いや、もう終わっていいかな。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン。それじゃあここだよね。一旦メットが出てきたから何もしない、そしたら上の土管に行けるっていう感じか。それじゃあ行きますか。ここは次はどういう感じだろうね。一旦オンして何もしないで見る。そしたらバネが押し寄せてきて左に行く。また知りたい球なんじゃないのこれ。絶対そういう感じでしょ。ここはなるほど、あの隙間に入れっていうことで、これは楽勝だよ。なんでやらせてくんないの。え、合ってる。いや何よ、もうこの音楽が嫌いになりそう。こっから、いやまたこれかよ。しかもさ、さっきよりちょっと難しくなってない？あ、なるほど、これはこういうやられ方っていうことね。最高に面白いねこのコース。それじゃあここは一旦バネをかわして、絶対ここ往復あると思うんだよね。ゆっくり行こっか。ゆっくりってこっからジャンプ、そしてゆっくり鍵を取ってこのドアに入る。さあ行きましょう。デカのままでよかったかな。あ、デカのままでよかったっぽいね。そして中間ポイントじゃなく、あの余域でーす。それじゃあ次こそ中間ポイントを取ってみせたいと思います。さあこれで進めるっていう感じだね。そしてここでリンクで蹴って蹴って上に行っていいよね、行っていいよね。いやー、なるほどね、ここは蹴って刺すなっていうことで、じゃあ弓を当てればいいのかな。いやちょっと待って、違うんだって。それじゃあここは爆弾なんじゃない、爆弾でオンオフをしてすぐ上に行くっていう感じなんじゃないかな。絶対合ってるこれで。そして今ブブー言われたけど大丈夫か、このまま抜けばいいんじゃないの。頼むって。なーにっけ、爆弾でブロック壊せるなら雲ぐらい壊してよ、この雑魚爆弾が。それじゃあもう分かりました、ここは右の USA キノコを取ればいいんだね。先に左の取ったらさ、リンクになってしまうもんね。さあ次に進んでいきますか。ここは上怪しいぞ。上は何もないのか。カキ棒を持って、やばい、ワンチャンある。避難して先に進めるんじゃないの。
無理だね。それじゃあこの掛け棒端っこで持てっていうことだろうね。そんでこの場所で投げてパックンを倒せと。ちゃんと投げないよこれどこで投げればいいか未だに分かんねえな。それじゃあ次は右側で投げてみる。右まで行けば、あ、当たればよかっただけなのね。わざわざ投げる必要なかったんだ。それじゃあここは上に行ってリンクか。またリンクになって爆弾で投げて、今ブラパやられなかった。これもう上行くしかないんじゃないの。ブラパいないからさ、チビにさせてくれないよね。うわ、やっぱりチビになれないもんね。上はなんで針だけって、なんか用意しとけよ。地位耐久とかさ、ここがまだ分かんないよね。リンク取るところまで合ってるでしょ。で爆弾まで合ってんじゃないのかな。盾出してたからさ、多分あのブラパやられたみたいな。そんでここでフラワーを取って地味にされて先に進めと、そういうことですね。それじゃあここはドスを襲ってくるのか。どうなんだ。心臓ゲー、世界中の誰もが石親父。いや久しぶりに見たね、石親父で心臓にやられるパターン。じゃあここはジャンプして避ける。ナイス。そしてこのまま右に行けと。右に行かして、こっちで合ってんの、どっか入らして。成功パターンはないの結局このドアに入らされるだけか。このドア絶対違うよね。なんて書いてんだろう。ホープユープルドザ雲。なんか雲がヒントになってるみたいな、そんな感じ。この雲ってこと、この雲の下に行けば土管があったっていうことなんかな。どうなんだろういや行けたけど、いや行けたけどさ、こっち進めるの、こっちで合ってんの、もしかして。あ、嫌だ、それだけはやめて、頼むって。左に逃げよう、こっち。いや絶対どうにかしてやられると思う。右に落ちればいいでしょ、あの穴に落ちれば。いやなんでここ何もないのよ。なあ、中間ポイント取る。今度はトゲソウ出てこないよな。なんで今度出てこないの。この中間ポイント取るしかないの。いやマジでこっから何も変わってない感じ。頼む、なんか変わってて、お願い。ねえ変わっててよ、ここから先。さっきさ、中間ポイント戻されたときさ、僕が今いる下、この下に行けっていう感じだったよね。この雲を抜いておけば先に進めるみたいな、多分そうだと思うんだよね。一旦このままさっきの場所まで行ってみるね。さあこっからなんだけど、雲を抜いてることによって下に行けるみたいな。なるほど、やっぱりそういうことか。さあゴールなんじゃないんですか。たくさんのリンクがあるな。どっかにゴールが隠れてると思う、この中のどこかに。さあゴール、頼む。右怪しくない、右側絶対怪しい。それかこの土管、違うのか。あれ、これどうすればいいの。一旦爆弾で右のブロックを壊しておけばどうにかなるみたいな。そしたらエンジェルハラー。僕的にはさ、今羽ブロックが動いてるじゃん。あの場所のブロックがめっちゃ怪しいんだよな。あそこ絶対なんかあるよ。じゃあ一旦ここ左行っておこうか。そして上に行って、あのブロックの場所に行けば何かあると思うんですよ。ゴールか、ゴールなのか。ゴールっぽいよ、ゴールある。どう行こう、早く右にダッシュして。隠し場所ないだろうな。よしよしよし、これでゴールでしょ。はっ、どうやって行けばいいのこれ。上の音符に乗ってゴールできるみたいな。頼む、それでゴールさせてくれ。どうだ、よし、ゴールだよね。頼む、何もないでよ。なんで空に浮かんでんのどうすればいいのこれ。ねえ、なんでよ、何もなんないの。なんかでかくなっちゃったけどさこれでゴールできるんだね。ビビらせやがって、この野郎がじゃねえんだよ。誰か僕を小さくして、俺が土管にも入れないから、このままだったら。頼むってよマジで何もなんないの、これ最初からやり直しですか。来た、入れたよ。これで
一旦チビになって先に進めるんだ。いやチビさしてよ。何よこれ、チビになんだ、いいんだけど。え、なんかね、スルって滑ってね、全然チビに刺してくんないんだよね。一旦戻ってみる。そしたらどうなるんだろうね。なるほど、これでいけるっていうことか。ビビらせやがって。で、これでビヨンがなくなればいいんでしょって思ったけどさ。なるほど、そういうことか。また戻れない。頼む、落ちさせて。この右の土管、あ、入れるね。そしてもう一回戻る。でっかかどんがいる。頼むって、もういつゴールさせてくれるの。それかい、もうやらしてよ。もう僕を誰かやってよ。下に行けばいいのね。そして左に行けばいいのね。ゴールなんでしょう。中間ポイントはやめてよね。頼むって、中間ポイントはやめて。お願い、お願いします。なんでよここまでしたのに、これはそれじゃあ次こそ絶対にゴールしてみせる。だいたいあそこまでやったらさ、最後ゴールさせてくれるっていうのが多いじゃん。今回は中間戻しだったね。それじゃあここは何もしなかったらボム兵が出てきて上からゴールできるっていう感じだと思うんですよ。さあボム兵開けてくれ。やった、来たどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、一発マリオナンバー106ということで、難易度星1,2,3,4,5マックスすいません、騒がしくて。さっきいいことがあったんでちょっとテンションが高くなってる僕なんですけど、このコースですね、バネがゴール前で高く積み上げられてるだけなんですよ。たださ、バネの一番下に羽が生えてるのがあるんだよね。そしてなんとこのコース、ゴール上限付きなんですよ。一体どういうコースなんでしょうか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.4%。一回地面から離れたら着地しないでゴールっていうことはさ、ジャンプすんなっていうことでしょ。あっ、開幕口裂け植物なるほどね、このブラッパがバネてる間に下をくぐり抜けてゴールを目指せと、そういうことですね。それじゃあ気になってることがあってさ、最初にブラッパが今も跳ねてると思うんだけど、その間に下に行くのか、この2回目で下にくぐり抜けるのか、どっちかだよね。それじゃあ2回目でくぐり抜けてみようか。多分ね、この辺でいたらくぐり抜けれると思うんだよね。そして左、これ無理だね。次のブラパが押し寄せてくるもんね。それじゃあ最初のブラパの下を行けと、そういうことですねこれめっちゃ難しいんじゃないの。まあまあクリア率 0.4% だからね、そんくらいぐらい覚悟してました。でこの後もどうするかまだ分かってないんだよね。ちょっと一旦見ていい？最初に抜けた後に、なるほど、もう分かりましたよ僕は。ちょっと分かりやすく説明したいからさ、スタートしていいかな。ここここめっちゃいいとこいるね。ここでさ、左のブラパをギリギリまでマリオ寄せるじゃん。多分今いい感じだと思うんだよね。こっから右のブラパがくぐり抜けれると思う。そして今できたバネの隙間をくぐり抜けていけっていうことだと思うんですよ。もうクリア率 0.4% なんて僕にとったら楽勝だねそして皆さんお気づきの方いらっしゃるでしょうか。僕はマリメをやってる中で絶対にスタートしない。今めっちゃ惜しかったよね。いや今言ったことは本当でね、スタート連打しまくるとクリアはしやすくなるんだけど動画が見にくくなる。きっとはい、ということでですね、僕のクリアテイクは絶対にスタートをしないクリアテイクだと思うんですよ。まあそれがいいかわかんないんですけど、自分の中のルールでそんなこと決めちゃってますね僕はい、ということでご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。